こんにちは、ブルーホースです。ということで、ラストパート、バイオハザード R4、やっとここまで来たー、ありがとうございます。外最後まで、あー、いいなー、おっぱい当たってる、やばい、レオンのレオンがレオンになっちまう。さあ、早速やっていきましょうか。二人ともいい肌色になったり、やっぱりダイエットは、ローファットでやるのが一番っすよ。急な糖質制限なんてやっちゃダメダメ。え、私が、やったの?やっちゃったの?なるほどですね。馬乗りだったんですね。ありがとうございます。本当にご褒美プレイ。いやー、やばいな。もう、あのね、今ね、地図かとかでいろいろね、下に字幕が出てるでしょ。もうそんなとこ全く見てない。もうおっぱいしか見てない。もう30歳のおっさんがね、もうおっぱいしか見てない。本当に。もうやりたい盛りですかね。うまく私うまくやれてる?ああ、これはもうじゃあ俺じゃあ卒業だなって言って。もう二人ともデビューしちゃいましょうよ、例の。わあ!かわいい!さて、いろいろ見ていこうか。今これって。ルースのおかげなんですね。ああ見えて。いや、ああ見えてっていう、もう初めからね、もうね、ハンサムなプーさんだったじゃないですか。ああ、そうなんだ。へえ、めっちゃひび割れてきて大丈夫かな。で、なんかいろいろあるね。あ、ちょ。あ、ルイス、ありがとう。へそくりだね。ルイスのへそくり、あざっす。で、なんかめっちゃなんかいろいろ書いてありそう。まず、まあごめんなさい。プラーガの除去方法、まずこれ読むべきだったね。まあそんな暇なかったんだろうけどね。除去法する方法は2つある。投薬と外科的除去だ。感染初期、孵化する前ならば、除去薬の投与で卵を殺すことができる。だが、羽化した後では、羽化じゃない。羽化はしたらダメ。羽が生えちゃう。伸びさどるになっちゃう。孵化。いくら薬を使っても成長を遅らせることはできない。ことしかできない。もう一つの手段は焼き殺すこと。特殊な波長の放射線を使えばプラーガのみを死滅させることができる。しかしこっちにも問題がある。神経が繋がった状態のプラーガを殺そうとすると、その苦痛が宿主も伝わってしまうのだ。これに効く便利な麻酔はない。プラーガが生体になる前でも、外科的除去はかなりの危険を伴う。生体になってしまったらもはや手遅れた。除去は宿主の死を意味する。まあ、その後のことを考えれば、いっそ死ねた方が幸せかもな。ああ、なるほど。これ本編と同じ、原作と同じあれですね。あ、一回しか読めなかったっけ?なんだ。おお!欧州6県、ドリームチーム。ちょっと待って。あれ?ん?リセット。ああ。ズーム。これ真ん中にいるのがあれだね。若かりし頃の、ルイス。はい。サドラーのシーン。プラーガを強力な生物兵器や超人を生み出す便利なツールだと考えるのは間違いだ。プラーガの進化はその支配力にある。どれだけ敵対的な人物でも注射を一発打つだけでサドラーに従う忠実なしもべに変えられる。昨日までの敵が絶対に裏切らない味方になる。これほど完璧なスパイはいない。スパイオパイ。やだな。甘くて温かいおっぱいがいいな。国の重要人物を一人でも取り込めばそこからネズミさん式に感染を広げられる。事実上どんな国家でも乗っ取ることが可能だ。上位種の量産がそれを可能にした。俺たちがサドラーに力を与えてしまった。やつが次に何を企んでいるのか明白だ。サドラーが世界を統一すれば何が起こるか。一人の支配者と絶対忠実な60億人。2004年時点はこのくらいの人数だったのかな。敵対者はいない。戦争は起こり得ない。もしかしたら人類史上初めての世界平和が実現するかもしれない。だが俺はサドラーたち代々の教主がこの島の人々をどう支配してきたかを知っている。人間をどう増やしどう扱ってきたかを知っている。あんなのは人間の生き方じゃない。俺は絶対にごめんだ。すげえ、なんかめっちゃファイルある。さすが研究室だね。まだある。メールかな?キキーン。The Amber。俺が The Amber と呼ぶこのサンプルは長らく倉庫で埃をかぶっていた。その頃すでに実験用資料は十分に足りていて、このサンプルに誰も注意を払わなかった。俺がこれを自分の研究室に持ち込んだのも見慣れない形をしていたというだけの理由だ。基礎分析の後、俺は考えを改めた。まだ小さく仮死状態のままだから、The Amber は他にない特別な機関を持っている。サドラーの支配種しか持たない機関を。十分に成長した The Amber の力はサドラーと同等、いやそれ以上かもしれない。残念ながら研究を進める前に The Amber はサドラーに開始されてしまった。俺の動きを怪しんだのかもしれない。だがサドラーの力に対抗するにはあれが必要だ。俺は The Amber と共に逃げ延びてどこかで研究を続ける必要がある。俺に接触してきた外部の連中がまともな奴らとは到底思えないが、これまでだって危ない橋を渡ってきた。次も口八丁で何とかするさ。今度はそう、世界を救うために。かっこいい、ルイス、世界救って。Someone had a field day looting the Umbrella Labs。こんなのあったっけなんか。ね。あ、違う、間違えた。で、あと、あ、まだある。なんだ?これは、事後。事後のゴムかな。なんか、あ、いろいろ、あ、まだある。よいしょ。電子メール、例の件、差し出しにルイス。そっちが欲しがってた研究データ揃えた。時間と場所は前に決めた通りでいい。念のために聞くが、言われたものさえ持っていけば、ちゃんと高飛びさせてくれるんだろうな。
出た AW。一つ忘れているようだけど、あのアンバー絶対必要。あれがなければデータがいくらあっても無意味。せっかく石油業者のに私を手ぶらでか、手ぶらノーブラってことですか。イエロイー、ところで合言葉覚えてる？忘れないっすね。アンバーもなんとかする。来るときについでに一箱持ってきてくれないか。銘柄は何でもいい。合言葉。合言葉は、手ぶら以上、あ、まだある。やった、救急スプレー。以上ですかね。あとは特にない。あ、なんか、宝が、あら、祭壇の宝、逃してんな。しまったな。よし、じゃあ行きますか。こっちでね。オープンセサミー、ここにたくさんの教祖じゃねえや。なんか、いる、あ、なんか、アシュリーが登りたがるところがある。あった、ね、はいはいはい。あれ使える。ちょっと待ってね。あれを使って、キャッキャウフフ、アハンアハンする前に、ちょっとここに、アイテム等々落ちてないか。戻れない。無理。この中をあんな、なんかこう、やばい幻想を見ながら歩いてってたわけですね。じゃあ、頼んだぜ。Like I said, we're a team. はーい。いきます。下ろしてくだ、お尻見逃した。もう一回見せて、お尻見せてでしょ。あ、こっち向いた。あー、さあ泳いで。でもなんかあれだよね、レオンが近づいて歩いていくと避けたがるよね。やっぱちょっとあれかな、下水で臭かったのかな。うん、オーケー、よっしょ。ちょなんかライフォー、まだライフォー使う素材、よいしょ、キック、よいしょ、キック、よいしょ、オッケー、半玉サブマシンガン、オープンセサミ。なるほど。祭壇に戻ってきたのか。すごいあれよ。これあれだね、完全、あそこに宝あったんだよな。これどうやって行くんだろう。宝、行けるのかな。あ、ちょっと待って、普通にいるし、めっちゃ普通にいるし、ほい、オッケー、1体目、2体目って、あれこれ最終チャプターだよね。え、違う、まだ続く、寄生体除去したのに。オッケー、寄生体除去したけどまだ先は続きますせって感じか。これさ、こうしてたらさ、おっぱい、あ、やっぱりめっちゃプルンとしてる。はぁ、プッチンプリン。ほら、あの、このさ、ほら、あー、今ちょっと微妙だったね。ねえ、ほら、なんていうの、こう、ストップする瞬間にさ、おっぱいプリン、プリプリおっぱい。あれ、あ、ちょっと待って。こっち、あー、ここしゃがむのか。オッケー。しゃがめば、やったね。なんか宝があるんだな。ほんと悪趣味のあれだよね。おう。え、オズムン、15台。うわ、長っ。なんだ、邪悪なる宝石。うわ、もう名前がふさわしいな、こうなるとね。始まりの石、アダム・サドラ。アダムとイブ。古き城の地の底で私は信仰を見出した。ああ、これこそは神が地上に残された痕跡。ここから全てが始まる。いつ掘られたやつなんだろうね。コリコリドーナッツ終章。聖なる虫を讃えよ。我らは生きながらに楽園を約束された。男も女も幼子も神の慈愛を何者をもうも得てない。獣も魚も鳥も聖あるものは等しく祝福される。聖なる虫を讃えよ。我らは神の種子なり。英知の光は山々を越え、全能の枝は大海を渡る。天上の閲楽は万物に宿る。我ら体を病床にして。聖なる虫を讃えよ。我らは神の家畜なり。我らの祈りは増え続き、地上を好きなく満たすだろう。我らはどこまでも広がり、ついには星の海をも越えるだろう。なんか新たな星を見出すセフィロスさんみたいな考え方をお持ちなのかね。ここら辺で大丈夫かな。よし。じゃあ、しゃがんで。行きましょう。で、こっち、なんか登るところがあってね。これだね。オッケー。登ります。でも、まだ敵がいたって、ああ、もういないか、さすがに。あ、ちょっと待って、なんかあった。なんか拾った。ガンパウダー。オープンセサミ。ここまだいるのかな？ほっ。いますね。あ、ちょっと待って。
壁にも貼り付いてる。もうさすがに、だって、あ、ちょっと下手くそ。サドラがあんなウニウニ動いてる中でさ、多分、ね、携帯、さすがに敵の携帯変わんないだろうから、サドラがあんなウニウニ動いている最中に、あ、宝がある。よし。ね、さすがにこれを撃ち抜く余裕はなかろうから、あった。ナイフを使ってる余裕はないだろうからね。雑魚的でも遠慮なく使っていきます。スピネル、スピネル使うんかね。お、黄金エンゴット。さーて、男のマロンモンブラン手に入れますぜ。そうそうそう、もう無計画なんですよ。もうあのお金を全部、あ、ちょ、あ、ちょ、ちょ、ちょ、早えな。そう、はいはい、いや、もうおっしゃる通りなんですよ。おっしゃる通りなんだけど、最悪ロケラン買うか。でもちょっと待ってね、あの2周目のことを考えて、スタート時を考えて、ね、真ん中に残念ながら足、あ、もっとどっちの足でも興味です。で、ね、違う、こいつを買います。デキン、キャンセルします。ちょっと待って、ちょっと待ってね、アイテムをまず整理させてもらって、これでこれは食べます。で、そっか、マグナムのクラフトを先にしちまおうか。マグナムが買えないから、あ、救急スプレー一応買っとく？ほんと、これあればね、一瞬で買えるんだけどね。あ、違う違う、間違えた、何買ってんだ。バカバカバカ。バカたれ。なんで強化、まあ爆発させて、落とすっていうのもあるかもしれないけどね。これ2周目に取っとくか。2周目多分使えるよね。で、違う違う、マグナムの、うわ、17。ほう。しかも3、え、しかも3発しか使えない。あー、まあいいや、もう。大盤振る舞いでいこうぜ、ベイベー。よっしゃー。あ、しかもクラフトボーナスだ。あざっすー。へまして死ぬなよ。大丈夫。ギリギリ生きてる。ギリギリだけどね。ここら辺はまあいいか。で、売却で、ルイスの鍵、ありがとよ、ルイス。君のおかげで本当に助かった。え、めっちゃ、めっちゃ高いじゃん、カブトムシ。で、よいしょ。んで、こいつ、ここら辺は大丈夫。金の卵、すごい金額だな。で、コンバット、コンバット、たっけ。破片、強化、サブマシ、ライフル、ハーブ、ハーブ。あ、これはもうね、黄色ハーブはいらないんすよ。うん。だね。で、TMP、ヨーストック。ここら辺はいる。これなんかなぜか2個あるから売っとく。これもなぜか2個あるから売っとく。オッケー、金持ち。さあ、違う、その前にブロックンバタフライを買わなきゃいけない。あんた目が高いな。そいつらヘタリック抜群だ。リロードもすげえぞ。言ってる意味はわかる。だから超超わかる。で、チューナップで、あれ、あったあったあった。もうもうマックス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 。おいおいおい、そらすそらすそらす。で、こいつもおらおらおら、ダイナミックいくぜベイベー。あれ、まだまだ無理だった。ちょっと待って、あ、ここまで、ここまでいったらなんか、あ、そうだ、あ、どうしよう。でもハンドガン売っちゃう。そうだね、ハンドガンを売ろうか。ブラックテイル売って、あ、でもちょっと待ってよ。万が一のことを考えるとやっぱまだ売れないか。そうだよね。ワウチューン。どうしよっかな。わあ、なんかあとちょっとなんだけどな。これも、なんか使ってないの残し、もったいないもんね。いや、まあここまで行けたからよしとしようか。よし、大盤振る舞いしたからね。じゃあ、あと残ってる5900でなんかできることは何もないので、はい、こう。くそ、無理だった。残念だったな。ちょっと待ってよ。で、アイテム整理して、あれ、マグナム当たった。バタフライ、バタフライ。バタフライ。チキチキ。オッケー、さあ、行こうか。あ、なんか見れる。レア見て、あれって、あれって、あれ、あ、なんか広。すげえ広い。あ、
なんかご褒美プレイみたいになってる。リーラ。大丈夫かな。おお。オッケーオッケー。じゃあ行きましょうか。オッケー。よし。じゃあ。あ、やっぱ一人で行くのね。そこにいろ。すぐ戻る。はーい。Okay. よし。了解です。じゃあ行きましょう。はーい。あー、恐竜がプルンプルンしてる。オッケーオッケー。あー、落ちたー。痛い。てか、あの落ち方だいぶ痛くないか。あ、来た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 。あれ？違う。おうおう、あれまたこいつら出てくるの。やめてやめてやめて。よし、じゃ触らないで、赤がつくから。あんたなんか嫌いよ。現れてきた。おうおうおう、このままの方が強いんじゃないかこいつ。うわやばい、ボル、あ、お、さすがボルでキック。接近戦ではワイヤーの方が早いってか。あ、これもしかして強盗。それは熱い、強盗は熱い。チュン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 。やばいな、ただのおじいちゃんになってる。愚かなことは。え、なんか怒らせた。年がたき冒涜のやからめ、あの生態小冒涜このままどうたき本庁で我ら一つ誰だというのに。やばいやばい、背中がめっちゃ生えてきた。このまま戦ったらあなた強いと思うのに、なぜ変身しちゃったんでしょうね。人間に戻れなくなるよ、そのなったら。あ、もう人間じゃないの。おお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 お。なんか普通の会話ができない人みたいになってるなこれ。あ、やばい。逃げろ。え、あ、エイダエイダ、そっちに逃げた。あー、救急に戦う。プレッシュプレッシャスプレッシャスプレッシャス。ドー、オッケー、一発目。オッケーオッケーオッケー。で、どうしよう、どうしよう。やばいやばいやばい。あ、いって、いきなり。あ、もうダメじゃん。でもなんかやり方は、多分やり方は合ってるし、一緒だと思われるから、レッドハーブを拾って、キックして、痛い、回避できない出す。あー、ちょっと飛び、あー、弾が。おう、おうな、あ、すごい体重重そう。ほら、あ、いった。ほら、アメリカンの、アメリカンのし。あー、ありがとう、箱壊してくれてー。あぶね。こうなったらもう遠慮しない。ほい。ほい。あれ、全然、あれ、なんか原作と全然違うね。もっとさ、なんかあの、食らってさ、で、おめめちゃんをナイフでクリーンって、クリーンヒットするやつじゃな、あれ？待って。おう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 、行ってやっべ、次を早っ。一つの石、一つの神。一つの神。よら。よし、よし、よし。いい、あれ、押したで、あれ、R 押してた、もしかして。いや、なわけないよね。チュドーン。食らってないよね、これ。うおぉ、みなぎってきたー。ほら、ほら、ほら、あ、痛い。これどうやって避けたらいいの。尻尾が長いの。オッケー、お目目食らった。 I can believe you。 あっち溶ける、あっつ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 。よし、オッケーオッケー、お目目1個。お目目1個。飛ぶか。あ、飛ばない。あ、やった。ちょっと待って。あ、違うね。おー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 。オッケー、お目目潰した。よし。お目目からのナイフ。おりゃ、なめんな。お前に慈悲はないのか。お前こそ慈悲はねえのか。私、アメリカ人の一発のエージェント。いい回避。違う、やばい。しゃあ、ちょちょ、これどうやって避けたらいいんだ。しゃがむのか、しゃがんだらいいのか。とっさにしゃがめないけどな。やばい。のぼ、あ、ちょっと待って、体力がない。川の流れのように。これかな。あ、マックスにならないんだ今回の金玉。残念、おじさんの金玉だよ。よし、オッケー、一発キック。
ほいほいほい。あ、またマグナ、あ、なになに、あ、よし、オッケーオッケーオッケー。そうなったら、そうなったら、チュン、チュン、チュン。オッケーオッケー、チュン、チュン。あ、待って、なんか虫めっちゃ生えてきてる。虫、虫って生えるもん。あ、降りた、ダメ、そっち。あ、虫、虫めっちゃ生えてきた。こ、あ、子供たちの声が。おら、あ、いって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 。あ、爆発してる。あ、こいつら稼ぎ頭だな。ありがとう。ありがとうだけど、でも、痛い、熱い。近づいてくる。やばい。こいつ。じゃあ、捨て、そんなもったいないことしないよ。オッケー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 。ぬわー。何をそんなに。あ、危ない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 。お、あ、ちょっと待って。あ、近いな。調べない。よいしょ。毎回めっちゃ調べんじゃん、俺。ほい。あー、引っかかってるー。俺たち、爆弾と引っかかってるー。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。そんなに強くない。そんなに、あー、痛い、熱い。やばいぞ、これ回復薬足るか。こうなれば、かくなる上はだな。ラスプラーガース、ラスプラーガース、素材 S プラーガース。ふひゃ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 。おめめ。おめで、ちょっと待って、違った。え、な、だから毎回なんで調べちゃうんだろうね。よし、落ち着いて。そうそうそう。ほい、危ね。あ、あれ、なんだ、あいつのターンだった。舌がベロンベロン出てきてるだけだった。オッケー、潰した。あ、まだか。あ、ほら。よし。よし。よし、オッケー、おめめ、来た。おめめチョイス。ラスト使っちゃおう。ほい、あいってー。うら、あ、なんかおめえさん、自分の子供もやっちゃってんべ。大丈夫か。お、あ、またなんかどっか行くぞ。ほい、よいしょよいしょ。オッケー、おめめオッケーおめめ来た。あ、食らった。あ、ちょっと待って。マグナ食らってる間に。ほら。あー、ダメだ。まだダメか。まだダメか。これでレッドハーブはないか。ラスプラガース、悪液って自分で言っちゃってんじゃん。熱いじゃん。熱いじゃん。アイテム整理するじゃん。なんかチューンナップしといた方がいい。あ、ショットガン欲しい。ショットガンはいいよね。なんかショットガン当てやすかった。食らってる感じする。あ、やった。あ、来てる。おい、おお、なんだ。急にちょっとつ猛進走ってきた。よいしょ。おっしゃ、3発。違う。おお、あ、やった。あ、倒した。あ、え、おめめでいいの。あ、頭じゃなかったのか。おめめパクチン、さよなら。シャクリアー、ありがとうございます。きたー。さあ、あと残すところはただ一つってところさ。うわ、ちょ、違った、気のせいだった。いった、それでよく掴めるな。もう背骨バッキ、え、第二形態あんの。ちょっと待って、それは聞いてないぞ。いや、本当にそれサムのベッチや。おっと、聞いてないぞ。マジっすか。おっと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 、第二形態どうなる。これどう戦う。何、あのコアを潰すんだな。了解。ほら、よし。おめめ強いな。ご神体、え、他ないよ。おー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 、いい、危ねー。うまくいった。これでなんとか。いい、なんか E 型被験体ってなんかあったよね。バイオハザード7、8、7、11。おー、ちょっち、いい、危ない、大丈夫。連打でなんとかなってくる。オッケー、倒れてる。よし、効いてる。もう全部使っていく。いい、痛い、危ない、セーフ。おらら、あ、ちょ、危ない。まだ、余裕のよっちゃん、食らった。よっしゃ、来た。お、ありがとう。どっから持ってきたか分かんないけど、さあ急いで拾って、あった、拾って、よし、さよなら三角、また来て、四角、これで終わった。
野郎よっしゃー、まさか最後、おお、違う、なんかまだある、あ、来た、ニワトコの杖、ありがとう、あばだけたぶらーしゃー、さすがのボルデモートも俺は無理やろ、なんかタレタレしてるけど、え、なんか今回でもこれ演出っぽい、あら、2周目以降はあれなのかな、あ、アンバー来た、アンバーちゃんと差し出してくれるなんてすごい優しいね。力尽きていったー。なんかバイオのさ、こう敵って、だんだん、というかどんどん、なんかね、巨大化していくよね。はじめだってタイラントだったぜ。3メートルくらいのさ、あ、それ取っちゃ、やあ、よう、返して命がけでやったのに、エイダ？What the hell are you doing? 何をしてるの？うん。Nothing personal, Leon. 今回がこれ、私の任務なの、つって。ひゃー、あ、出た。悪いようにしないわ。そんなことされてた。あ、どっから来たの？え、まさかマイク？ You coming? 乗ってくって聞くなんて優しいな。そういうことね。分かってて、あえて言ったってことね。あ、ほんとっぱいでかいな。I see. これだったら多分 H くらいあるぞ、普通に。うん。どんだけパッと詰めてるか分かんないけどね。さあ、乗ったー。あ、乗り方がエロい。その左足の太ももの差し出し方がエロすぎる。ですよね。おお。あ、来た、ベリーキュート。キュート。すーごいあれだね、クマちゃんのキーホルダー。綺麗だったね。またね、レオン。これは多分聞こえてないな。あ、ここまで来た。上、多分あそこから見てたんだよね、戦いぶりをね。もうちょっと余裕があったら、あっちの方、そのエレベーター乗ってきた方見たらあれかな。It's gonna what? ピッコブ。あれでも今回、エイダーピッと押してないよね。なんで爆発するんだろう。どういうことだろう。てか待って、急がないといけないの、これね。あー、おお、2分10秒。あれ短くない？装填。武器商人ちゃんと誘っていかないと。急ぎ急ぎ急ぎ。駆け抜けるぞ。あった、ハーブ。セーブポイントがある。いや、もう、ここまで行ってさ、じゃあ次回パートでお会いしましょう、バイバイなんてさ、そんなオチにはならないっすよ。さすがに。さあ、急げ、急げ、急げ。アイテム拾えそうなのはないっすね。よし、なんかチュー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 言ってる。あれっていうか、待って、このチャプターまださ、恥を忍んでサドラーちゃん、ぴょん。オーケー、あ、お手手つないでシンデレラボーイ。ちょっと待って、あれが、うわー、なんだ、びっくりした、ちょっと待って、おめ、生きてん、何、え、焦った今、あ、ちょっと待って、こんなにいるの、これ無視してた方がいいんじゃない。苦しんでる、キョッキョッキョッ、え、まだいる、いやいや、急げ急げ、こんなの構ってる暇がない。まだサラザール人形が出てきてない。ゾンビ、もうもはやこれゾンビだよね。あばい、もうあと1分ちょっとしかない。急げ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 、よかった、ここにショットガン残しててとか残っててよかったよ。ほら、足どんどん吹っ飛んでる。ちょっと待って、本当にないぞ。ないのかね。なるほど、悪くないな。あー、やばい、サラザール人形がどこにあるのか分かんないままになっちゃった。待って、いや、とりあえずベリーキュートに戻ろう。絶叫マシン大好き。ただし安全装置はついてません。安全棒ならついてるけどな。で、加速、来た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 、加速。これなんか、あ、行ってやべ、原作と比べて全然優しくないぞ、これ。やばい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 。ぶつかったら終わりだな。あ、痛いよ。痛い。飛ぶ。ああ、なんかこれ、ま、回ってみたいけど、回る方法ないのかな、無理かな。行って。地味に痛い。よし。やっぱ落ちてる、危ない。
ギリギリ。あ、でもこれ後ろからの水が追ってきてないのだけマシ。あ、終わり、クリア、やったー。嘘でした、まだです、まだでした、やばい、急げ、加速、倒れてくるのを下をくぐり抜けていく。いくら絶叫マシンが好きっつってもこれはやりすぎじゃね。これ何ボタンを下くぐり抜ける。インディンジョーンズよりも激しいぞ。右、左、ぶつかる、関係ねえ。あ、飛ぶ、回れないかな。あ、落ちちゃダメよ、安全装置ついてないんだもの、痛い。あ、ちょっと待って、まずい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 。あ、見えた、出口。あ、結構ギリギリだなこれ。走り抜けろ、来たー、終わりー、しゃー、今度こそ終わったでしょ、終わったでしょ、はい、やったー、あー、クリアー、すごかったね、ほんと大好きだね絶叫マシン。うわー、これでサードラーの野望もついえたね。最後なぜかガナンズじゃなくていっぱいのゾンビ出てきたけどね。いやー、本当に動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。祝福のシャワーが流れてますね。いやー、素晴らしいでございます、ありがとうございます。はあ、綺麗な顔と汚い顔、ミッションコンプリート、そうです、ミッションコンプリート、あ、ですね、ですね、それは、Thank you for saving me. チュー、チュー、Don't mention it. チュー、レオン。I could put in word with my dad. Have you assigned to my detail if you're interested? You don't need me. You proved you could handle yourself. なるほどね、そういう言い方か。Even if you could use a lesson in knife safety. あの、自分の頸動脈を突きつけちゃうから。さあ、終わった。だところでずーっとほったらかしにされてるハニガンは、ああ、来た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 。やっとだ。なんだ、今回のハニガンはちょっとおまぬけキャラにされちゃってるのね、今回は。全く大丈夫です。今、あの、地中海じゃないや、大西洋をジェットスキーで帰るという至難の技やってるから、諸行無常の響きありだね。いやー、無事終わりました。本当にどうも。ありがとうございました。あ、音楽が原作だね。わ、これも感慨深いわ。感動する、マジで。あー、ぜひね、もう最後まで頑張った。僕にね、もう本当に祝福のコメントとチャンネル登録とグッドボタンを押してください。ようやくね、ようやく4月に入って900名を超えたんですよ。あとなんとか100名頑張りたいところ、マジで。うん。ね、あ、小さい男の子だね。あれ、なんかすごいカクカクしてるけど、こういうもんなのかな。あー、漁業をやってる頃ね。この頃のデルラゴは小さな小さなオオサンショウウオだったっていうところか。はい。で、これがなんだっけ、子供と、元村長、現村長だったっけ、まあ、ちぎれちゃったけどさ。いやー、いろいろとほんと原作を超えることはないとかさ、いろいろ言われてたけど、なんかこう、原作とまた違った趣旨があったりとかして、すごい面白かったですね。ただなんかこう、サドラーが、うん、あ、これも原作にあった絵だね。サドラがすごい重々しいキャラになってて、なんか知らないうちに、あの、15代も続いてる教祖様になっちゃったっていうね、江戸幕府かよっていうね、徳川吉宗みたいになっちゃったよ。うん。吉宗じゃねえよ。吉宗は、あれだ、8代目だ。きったー、サドラー、ねえ、徳川吉信だったね。15代将軍。まあでも15代でね、あの、途絶えちゃったからね。まあそこは一緒なんじゃないかなってところですけどね。幕府は終わったけど、徳川一族は生きてたんだよね。さあ、プラーが掘るから、ホリホリするからお手伝いしてくんろーっていう感じか。いやー、いろいろ振り返っていきたいけど、なんかこう、全然頭の中でまとまってないから、まあなんか出てくるもん出てくるもん、こう適当にベラ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 喋ってる。あ、竹内潤さんね。なんか会社の関係でこの人出てきたんですよね。まあ僕ちょっとその商談入れられなかったからあれなんですけど、めっちゃファンなんですって言っときたかった。あ、来た、アンバー。で、こっから先なんですけど、いや、実は、これと並行して、いや、収録時間が、とか、収録環境が、とかって、いろいろいつも言い訳をごちゃ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 僕言ってるわけなんですけど、あのね、実は、バイオ6を、こう、RE4 のんなんだアンバー。これは、アナザーオーダーの続きがあるってことや。アナザーオーダーで続きを、続きというか、裏を
話すやろっていうところですよね。つないで。了解です。これ誰？実はハンクだったし。あ、なんかかっこいい。I've obtained the amber. お。Excellent. おー、来たー！エクセラおった今。Just one question. はい。What are you planning to do with this? あ、ちょっと。Do not pay you to ask questions. All you need to know is a new dawn is breaking. 100 will give their lives so that just one may live. あ、これレオンのセリフパクってるね。I'm expediting that change. RE シリーズでついに5やるってこと？ We're talking millions of casualties. これは熱い。目光らなかった。How ambitious. Ambitious. あ、We're changing course now. ちょっと待って、コースを変えて今すぐって言ってすぐにどこに行くのか分かってるっていうことなの。あ、来た。アシュリー。レオン。何を考えてんだろうね、エイダね。これがまあ6に続いていくわけだもんね。まあ、ただその RE2、3、4で、なんかちょっとずつこう、原作とストーリーが変わってってるから、やっぱりそれで改めて RE5 とか RE6 とかが出てくるとすごい面白いことになるんじゃないかなと思うよね。だから結局アンバーを自分の手中に収めたままのエイダが一体何をしたのかっていうのが RE6 でこう謎解き明かされていくみたいなね。いや、これほんと良作ですね。うん。あ、で、ごめん。さっきの話何かっていうと RE4 をちょっともうしばらくやろうかと思っても、というのも2週目で、こうちょっとあの全部見切れなかった、まあ多分アーカイブとかも逃してる箇所もあるかもしれないし、それからなんだっけ、サラザールの像とかも全然壊せてないし、まあ、とりあえず多分無限ロケランをあの拾える環境になると思うんですよ。だから僕あの、なんでチャーボお前今更そこで帰んのっていうのがあったかと思うんですけど、あれ何かっていうと2周目のスタートとかで原作ともし一緒だったとしたら最初に買い物ができると思うんですよね。だから買い物できるタイミングでロケランがどうなんだろう、原作と一緒だったら100万ペセタとかになるのかな。100万ペセタだったとしたらそのまま全部の武器売りさばいて、で手に入れてもう無双しながら2周目楽しむと。ただなんか僕今回全く攻略サイトを見ないでやってきたんですけど、クリアしたどういう条件でクリアランクが決まっていくかみたいなのだけはちょっと見てたんですね。だったらハードコアとプロフェッショナルをクリアしたらなんか無限武器が手に入ったり、シカゴタイプライターか、違う、なんかシカゴスイーパーって名前になってたね、うん、森川俊之さん、そうっていうのがいろいろあるので、そこら辺を手に入れるために2周目をこうシコシコとやっていくのはありなのかなと思いますね。相変わらずイタリー、ジャーマン、スペインってスパニッシュっていろいろあってるね、うん、っていうところですので、まあ、ちょっと2周目は、まあ、タイムに関係することだったとしたらささっとやっちゃうかもしれないですけど、まあ、そこら辺をねしばらくまた今回みたいなワンパートワンパートやっていくっていう感じで進めてやっていきたいなというふうに思ってますんで、まあね、よくある解説動画とかさ、タイムアタックの動画とかライブとかっていうので見たいっていう方は当然そっち行かれた方がまず間違いなく楽しいと思うんですけど、まあ、ワンパートワンパート1日の時間っていうのも限られてるから、まあ、大体20分から、今回すごい長いけど40分くらいだからだけど、まあ、そういう時間でゆっくり楽しみたいなっていう方はね、ぜひ僕の動画で1日1本ずつ上げていくペースでやってってますんで、ぜひそちらをご覧いただけたらと思います。ただ収録環境とか収録状況とかによってとかっていろいろ言い訳をぶちかましてたんだけど、最近ちょっとね嫁さんと娘ちゃんが寝静まった後に夜中に一人でしっぽりと時間長くやったりとかして、だからすげえこの半月くらい1ヶ月くらいかもう寝不足で半端なくて、もう目のクマとかひどいんだけど、うん、そんなのはどうでもよくって、その一方でもともとねこれが終わって部下始める前とかにバイオ6で、まあ、振り返りと、まあ、未来のプレイなんだけど、未来のレオンをみんなで見ていこうみたいな感じで実は収録進めちゃってたんですよ。だからそれももう撮っちゃってるから、うん、3月の終わりとか、それから今くらいね、今、ここ1週間経ってないくらいの期間でちょっと収録しちゃってるんで、まあ、そこはね、もう進めていっちゃおうかなというふうに思います。で、まあ、だからちょっと喋ってる時系列とかいろいろむちゃくちゃになってるかもしれないけど、バイオ RE4 に関しては全く触れないように頑張ってプレイしようっていうことをコンセプトにやったりしてるんで、ぜひそっちもねまた未来のレオンがどうなったのかっていうのを楽しんでいただけたらなというふうに思います。まあエンブレムを全部ね壊してなかったからアーカイブを全部手に入れましょうっていう趣旨でやっているという感じですんで、まだアーカイブをね全部自分で撮ったことがないよとか見たことないよっていう方はね僕の動画で、どのくらいのこうパートになって、今でもね
レオン編とクリス編が終わったところなんですけど、それでも多分ね、20-30% くらいになってるんですよ。なってたはずなので、うん、ただその1本あたりの動画っていうのが、この RE4 の初見プレイと比べたら20分前後ってかなり短くなっているので、まあ、かなりちょっと区切りながらやってはいるっていうところですけどね。まあそんなんでもよかったらぜひね、動画ご覧いただけたら嬉しいでございます。はい。いやー、なんかすごいやりきった感がある。うん、本当に映画のクレジットみたいな感じになってますよね。これが昔のさ、RE4 じゃない、原作の4とかだったらさ、え、もうエンディング終わりみたいな、なんか2、3分とかで終わってたじゃないですか。あの、後ろの、どうやって村が変わってっちゃったかみたいなことをこう描きながら。でも今回はさ、それを別で描いといて、で、今こうやってね、エンディングシナリオ、シナリオじゃないな。エンディングテロップを流してるっていうところだから、うん。だからすごくね、いい感じじゃないかなと思ったりしますね。いやー、本当に映画みたいに楽しめてよかったわ、マジでね。いやー、でもなんかこう、逆に、これが終わっちゃったから、初見プレイのこう、楽しみっていうのが、ね、なくなっちゃったっていうのがあるんですよね。うん。だからなんて言うんだろう。やっぱり、ゲームって何事もこう一番最初にこうプレイするっていうのが自然な流れでこう楽しいっていう感じがあるじゃないですか。ね。で、あ、来た。やっぱスペインって言ったらなんかこんな音楽の感じ、イメージっていうところがありますよね。うん。ね。フラメンコ始まるのかな？スペインな、また行きたいな。僕ね、何年前かな、もう7年前か、7年ちょっと前くらいに、一人で、大学の時に、卒業旅行も兼ねて、スペインのバルセロナとイタリアのミラノに1週間かけて行ってきたんですよ。3日ずつくらいかな。まあ、その時にね、バルセロナ行って、サグラダ・ファミリアなんかも見たりとかしたけど、すっごいね、なったんだけど、バイオの、ね、やってるから、僕がどこ行ったかって話も、どうでもいいか。だからやべえ、すげえ音楽かっこいい。で、これをさ、なんか、こう皆さんもこう目を閉じてこの音楽を聴きながらイメージしてほしいんですけど、アコースティックギターって言ったらいいのかな、ちょっと僕ギター詳しくないから分かんないですけど、を片手とかを握って、ちょっと丸椅子に座って足を組んだルイスが弾いてるって考えたらめっちゃかっこよくない、今の音楽のシーン。で、フラメンコの衣装を着たアシュリーが踊ってて、で、その横でなんかカスタネットみたいなのをカタタッと叩いてるのがレオンっていう、アシュリーとエイダがこうフラメンコの姿とかで一緒に踊ってくれてたりとかしたらかっこいいよね。なんかそういうモッドとか作ってくれる人いないかな。いや、モッドとかもね、入れてみたいなと思って、RE3 とかでもやってみたことあるんですよ。なんかシュレックになったりとか、ジルがとんでもなくエロい格好になるとか、昔のカルロスになるとかね、長野さん になるみたいな、なんかめっちゃ笑われてたけど。なんかそんなもやったことがあるんですけどね。なんかもうすでに RE4 のモッドとかも出たりとかするけどね。まあ、とりあえず2周目は普通にシンプルに、エキストラコスチュームでちょっとやってみようかなというふうに思いますけどね。はい、カプコン。いや、だいぶゆっくり、まんべんなく、一周目にしては、ダラダラとプレイさせてもらったと思いますんで、クリアタイムは相当ひどいものになってると思う。あ、来た！ほっとかれたハニガンちゃん。拗ねてるよね、完全にね。はぁ、終わった。あ、お目目パッチリ。唇熱いなぁ。なんだ？え？レザウト。15時間40分、セーブ30回、プレイ、フルー、あ、1周目ってことね。B ランク。そりゃそうなるわな。はい、ありがとうございます。で、あ、なに？機体中のロビスとる5体倒す。あ、頭隠し、尻隠さず、悪夢の終わりを。で、海賊。孤島にか、の地図にか、あ、1周目、1周のプレイで全部入手した。OK。機体のエージェント、スタンダード以上、クリア。OK。ありがとうございます。あ、ニューコスチューム。はいはい。ラウンド。で、ウレタンマスク。ほう。フライトキャップ。空でも飛ぶんか。火ダメージ回数。死亡回数は、0。プレイタイム実態は24時間じゃ。一日中やってんのかって話だよね。やってん。オッケー。じゃあ、これ進んだらどうなる？なんかセーブ。わー。ちょっとここカットしよう。
はい、ということでなんか背景が変わってますが、ちょっと一瞬カットさせてもらいました。収録日がバレるとね、あんまりよろしくないかなと思いましたんで、はい。じゃあ次回はちょっとエクストラコンテンツとかで、なんかここら辺コスチューム、あ、買わなきゃいけないシステムなのね。はい。で、ここら、なんかすごいな、なんかこんなの出てきてなかったけどね。スカルマスク、フェイスガード、これしてたらなんか顔にダメージ受けないとかかな。だからここら辺のフィギュアとかも買おうかなと思います。ハードコア、あー、でも全部手に入れたからしよっかな。とりあえず顔だけ買って、なんかウエスカさりげなく出てきてるし、あれ、ここら敵を倒すと、あれ、じゃあ倒してないってことか。こいつもそうだね。あー、なるほどね。この強いやつを倒さなきゃいけなかったってことか。了解了解。で、これ武器を買ってないからだね。じゃあ2周目はとりあえず無限ロケランを手に入れて、その上でなんか必要なやつを、うん、やっていこう。あ、これアートワークは全部出てきてるっぽいな。貴族人形をすべて、はいはいはい、了解です。ということで、じゃあ一旦はここら辺までで終わりにしときましょうかね。全部ね、開けていきたいところではあるんですけれども、よし。じゃあ本当に動画最後までにご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回ね、また2周目のプレイを皆さんと一緒にクリアしていきたいと思いますので、ぜひお付き合いいただけたら幸いです。そのためにはチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、ぜひ通知もお待ちください。では以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。